第十六代の王、第十四代の金、アダクビ王の次男であり、先代の枕ク王の弟にあたる。イミナ、オクリナの考察には、新女マキキ後ー、武帝本義太元十一年夏四月上に、くだらの子に騎士生死あまり、アキラとして、くだら王のイミナと思われる人名が現れる。このあまりアキラを、生死の表現から、アシン王に相当すると見る説もあるが、年次の面から、 人種王に否定する説が多い。三国式においては意味名を明ラとするくだら王の記述は見られない。三国式によれば、385年11月に、先代の枕竜王が死去した時に大使が幼かったために人種王が王位についたとある。日本書紀には、くだらきの引用として枕竜王の皇居の際に、 王子の赤が年少であったので、叔父の人士が王位を散脱したとある。386年春には、15歳以上の国民を、用いて、官房を築かせて、北辺の高栗に備えるとともに、同年夏には、東進から支持説、都督、陳東将軍、九だら王に封じられ、九だらの伝統である、東進九だらの連携で、高栗に対抗しようとする体制は整えられた。しかし、 390年9月まではコウクリへの侵略は成功しているものの391年以降はコウクリハクの侵入を受けて敗戦を続けた。特に392年にコウクリの公海道が4万の兵を率いて侵略してくると関水以北の諸城はほとんどコウクリに奪われることとなった。コウクリに関水以北を奪われた後 在位8年にして392年11月に死去した。三国式くだら本義、人種王記には、九元まで多量に出て、翌月になっても帰らず、九元の暗宮において皇居したと記している。日本書記では、日本の天皇に大使無礼があり、門石のため木、スミスクネラが日本から使わされたところ、くだらの国を身が人種王を殺したため、赤が王に立てられたと伝えている。 ありがとうございます。